はい、では次ね。はい、次はですね、手先こうやってる時にだんだん力んでくるような人ね、ぐーっとこうなんか書いてたりしてるとだんだんこう力んできてとかうまくできない、調節ができないような人は、まずね、手先やってる時にどんどん力んでくるような人は、力のこのコントロールがね、取れてない人がいるので、まず自分のこの力を入れる、抜く、入れる、抜く、ここのポイントをまず作っていきたいと思います。まず1個目はね、まあ、残す、今回右麻痺にしましょう。右手ね、使うんで。右手を使うときは、ね、訓練としては、座ってて、こうやって、置きます。置いてね。うん。置いて、本来ね、ぐーっとこう硬くなりやすい人が多いんですけど、書いてるときとかも。まずね、自分の、この、お腹に、胸に近いところに、こうやって手を置いてあげてください。これ前もね、ちらっと言ったんですけど、ここね、一番力みがこう取りやすくて、指もちょっとこう伸びやすいポジションなんで、ここでまずドーンと腕を置いてあげてください。楽に。で、ここに置いてあげた時で、やれたらね、まずは、いきなり指とかじゃなくて、ここでね、手首を、内側と、外側。まず、動かしてあげる。こうやって。ここが動いてるんですけど、ここね、ここが、コローン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 と、こうやって動いてる感じ。なので、まず、そもそもね、肘から先で、指以外のところを、指先、こう、力抜いた状態で、こうやって動かせれるのか。こっからまずね、もうコントロールのポイントになってきます。ポイントになってきます。ここでこうやって、まず転がす。